こんにちは、真山さこです。彫刻刀の三角刀を使って簡単で可愛いラディッシュのカービングをします。三角刀でキュッとラディッシュの丸みに沿わせてキュッと切り込みを入れていきます。そして次は少し長く、丸みに沿わせるようにこういう感じですね。切り込みを入れていきます。葉っぱずれちゃった。ラディッシュはね、葉っぱも柔らかくて、とても食べやすいので、葉っぱも私は無駄にせずいただいています。このね、ベジタブルカービングっていうのはやっぱり食べるためのカービングだと私は思っているので、できるだけね、もし出たくずも調理して食べるようにしています。こんな感じ。彫刻刀を使うとすごく簡単で立体的なお花ができます。ラディッシュはすごく皮の赤い色が可愛いですね。という感じですね。こんな感じになります。で、これをお水につけておくと、もう、この中の方の果肉が水を吸って、少しね、もう少し花びらが開いていきます。お水につけておきます。では、こんな感じで可愛く少し開いたと思います。今回の動画は参考になりましたでしょうか？世界にカービングを広めるため、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。